皆さんこんにちは、本チューブです。今回は私はスカーレットの著者である林真理子先生にお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、先生は辞めていつも林さんでよろしくお願いします。帰って緊張しちゃうんですけど、はい、では林さんで話させていただきます。お願いします。では概要をご説明させていただきます。世界中で愛され読み継がれる名作風と共に去りぬを一人称小説として鮮やかにポップに現代に蘇らせる、人生恋してなんぼ、波乱万丈に来てなんぼ、恋愛小説の神が描く真のスカーレットとはということなんですが、こちらは風と共に去りぬなんですよね。はい、名作もね、まあ、読んだ方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、私最近びっくりするのは、うん、私たちの年代のまだちょっと下ぐらいまでは失読症だったんですけども、若い、ね、中村さんぐらいになると、うん、読んだことないっていう方が多くて、こんなに面白いものもったいないなというふうに思うので、うん、なんとかできるだけ多くの方に読んでいただきたいなと思うんですね、うん、若い方で本読み慣れてない方が戸惑うのは戦争シーンが長すぎるとか、はい、いろいろありましたんで、うん、ちょっと跳躍という形にして、うん、第一人称にしてみようというふうに思いました。その第一人称っていう発想が、うん、大胆だなという話が結構出ているんですけれども、はい、して一人称に非常に独白のシーンが文章多いんですね、うん、でそれはもう第一人称にとてもしやすかったですね。でそこにマーガレット・ミッチェルの彼女の分析が入るんですけど、なんかそれはいらないんじゃないかなと思って、彼女はまだ自分がね、うん、非常にわがままなこと言ってるのに気づかなかったとか、まあ、そういう文章が、はい、字の部分でありますけれども、これはなんかもう彼女知らないってことにすれば物語は成立するんじゃないかなと思ってですね。で、可愛いんですよね、このあざと可愛いヒロイン、ハマっている方結構いるとは聞いてるんですか。スカーレットのキャラクターっていうのは本当に21世紀の女の子だと、うん、私は思ってます。そうですね、今ならそのどこにでもはいないけれどもいてもおかしくないというか、はい、ね、むしろいて友達になりたいみたいな、ね、そうですね、田中みな実ちゃんみたいな感じかなって感じですね。あんな風に美人でチヤホヤされて、ね、うん、あざといとかみんなに言われてるんだけど、うん、なんとなくみんなの愛されてるというか、ね、男女ともにね、はい、やはり彼女のファン多いですもんね。現著は現代では人種差別の問題とちょっと関わってるみたいな風に言われてますけれども、はい、古典ってどうしても時代に合わなくなることって出てくるじゃないですか。当時のリアルだったとしてもっていうことですね。でも古典はやはり読んだ方がいい、読んだ方がいいと思います、うん、やっぱり、まあ、よく言われるのは時代の波に現れても、うん、それでもなんか凛としてあるものってやっぱり文章の力だったり、内容の凄さだったとかいっぱいあると思うんですよね。だから批判的な目を持つことはもちろんいいんですけども、うん、その文学作品すべてを否定しちゃいけないと思うんですよ、うん、置いといてみたいな、その当時の人ってこうなんだろうなってちょっと寛容な気持ちを持ってほしいなっていうふうに思います、うん、もうじゃないと源氏物語なんて絶対読めないですよね。絶対読めない。で、私はやはり林さんというと恋愛小説の神様だと、はい、まあ、女子が思っている方いっぱいいると思うんですけど、はい、というのもその女のずるさとか卑劣な部分、卑怯な部分も愛おしく書くのが、はいはい、お上手かなって、すみません、思ってる、感じられる書き方されるんですが、その眼差しってどうやって育まれたんですか。やっぱりすごい大恋愛されてるのかな。そんなことないですよ。思うんですけど、私と友達でもう恋愛豊富な方いっぱいいらっしゃいますけども、うんうん、豊富だと割とこう流れちゃうっていうのかな、うん、数が多すぎると流れてしまうんですけど私はそんな持つた経験もないので、まあ、付き合いした経験はいくらでもこう反芻したり、うん、こうすればよかった、ああすればよかったんじゃないかとか、こうであとかって自分の中でいろいろ寸劇を作ったり、うん、したりする。それがやっぱり恋愛小説と基礎になってるんじゃないなと思います。今回は外国の語の小説ですが、はい、今後現代語訳されたい作品というのはありますか、古典で。はい、平家物語やってみたいなと今後すごく思います。平家物語はやはり面白いんですか。うん、日本人の美意識って全部はそこから出てるんじゃないかなと思います。
でも電気小説は面白いですね。もうセゴドンの時は結構幕末で男性ばっかりで難しかったんですけど、今昭和にかけて、皇族の女性たちの話を書いてるんですけど、もう書いててすごい楽しいですね。楽しいんですか？楽しい、はい、苦しいよりは楽しい。いや楽しい。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ楽しい。夜寝る前には皇族の写真図鑑見ながら寝てます。いやもう本当小説家の方苦しくて、ジンマシンが全身とか。いやいや、あの今も書いてたけど、それは苦しいですよ。週刊新潮に連載小説で、はい、あの小説8050っていう、はい、あのこれは引きこもりの少年の小説ですけど、もう締め切りすぎて早くしてくれって4人から LINE が来ますし、こういう社会派のものっていうのはもう資料やあの取材が本当に大変ですね。でもあんまりね、あの作者が大変だ大変だって言っちゃいけないのかもしれないけども、作家ってやっぱり書いてる時は楽しいんじゃないかと思いますよ。もう書いてるうちにもう楽しくて、こう快楽のこう出るんですか、出てくるみたいなのが、そう、それが出ないと作家にはなれないと思う。うん、私の知ってる人何人か消えちゃったけど、やっぱ書くの違いって書けないって言ってるし、やっぱりその楽しさがわからない人はダメですね。特に女性の作家、もう今の若い作家、あのよく書いてるけど、そう、あのね、単にコメンテーターとかそういう風になっちゃう人十分多いじゃない。やっぱり楽してお金儲けることが分かっちゃうと、うん、そっちに流れると思います、うんうん、次の巻がこんなに楽しみだっていう本は本当になくて、ありがとうございます。1巻2巻もう3巻の発売が楽しみで仕方がないんですが、もう人生恋してなんぼ、あざと可愛いヒロインスカーレットにあなたもきっとハマります。ぜひご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。